わかりました。じゃあ次は、じゃあ喜怒哀楽、悲しい、はい、じゃあ次飛んできます。はい、やっぱりまあ近々の話なんですけど、今年からこう、うん、ジェットを去ることになったんですよ、うん、まあそれ悲しいっすね、やっぱり、うん、そうだね、うん、やっぱ7年もいて、ここまで成長できたのもこのチームのおかげなので、うん、そこを去るっていうのはやっぱりもう一個また僕の一つの分岐点でもあるし、ターニングポイントでもあるので、そうだね、まあ悲しいですね、まあ、ね、そこは去るのはすごく寂しいです。まあやっぱりアルバルクの時とは違ってね、結果も出してるしね、うん、あと7年、いや別にアルバルクの時は悲しいっていうよりは、うん、なんだか一つの自分の成長のなんていうのかな、また違うっすよ。確かにね、まあチャレンジの方がね大きかったしね、うん、まあでもやっぱまあ移籍は僕も経験して、アルバルクからね、うん、移る時はやっぱりだいぶ、そうっすよね、何年いました、だってあれ最初は11年かな、そうそう11年いたっすもんね、11年いてそう3年いなくて最後帰ってきたから、そう、 だからそうだね、だって俺2年間一緒やってますもんね、そうそうそう、だから当時は、まあ、今ほどファンの人がすごい多いわけじゃなかったけど、そのサンロッカーズ行った後にその府中の試合とかやりましたね、あそこでね、そう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 、武蔵野、武蔵野、そう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 、そう、だからファンの人がカード作って、覚えてます、覚えてます、だからあの時はさすがに泣いちゃったけどね覚えてますわ、うん、そのあのシーン覚えてますよ、そう、うん、やっぱり同じ、まあ同じじゃないけど似たような、多分ファンの人とかね、そのクラブの社長さんとかスタッフの方はやっぱりなんだろう、いろんな思いを多分持ってる人多いと思うから、うん、まあ多分、いやでもやっぱりね、うん、ドスターの人たちとかのやっぱりああいう熱狂とかは、まあ去るそのね、まあもちろん敵として帰ってきますけど、うんうん、またちょっと寂しいですよね。そうだね、まあでもね、やっぱり今30だっけ、32か、まあ次行くチームは多分ね、その龍馬の経験を多分欲しがるチームだろうから、またそこで新たなファンもつくだろうし、そう、また新たな出会いもあるんだよね、うん、そう、そうだね、だからまた自分の道もまたね、新たな道が作られると思うんで、うん、ちょっとまた期待して見てますが、はい、まあでもね、悲しいよね、悲しいですね、ちょうどこの話をリオマにオファーしたの次の日ぐらいかな、このニュースというか、ああ SNS 出たから、ね、大丈夫かと思ったけど全然大丈夫まあね、そうね、ファンの人もっとちょっと悲しいっていうことですね、うん、はい、はい、わかりました。じゃあ次は